次の問題行ってくれや。ねえ、本当にもう、マスミさんがね、あまりにも不甲斐ないから。そんなことないよ。いや、頑張った方やだね。ほんまめちゃめちゃ頑張ったよ。ひどい。いや、多分大体にあれ答えれてないわ。かけてもいいよ。何かける？魂か、大腿骨。はい、第2問いきましょう。はい、いきましょう。タイトルね。はい。さっきのタイトル、ウミガメのスープですけど、はい、今回タイトルが、1秒のズレもなく。1秒のズレもなく。はい。問題いきます。とある男女が、全くの同時刻に、鋭利な刃物で切りつけられた。同時刻に。しかもどちらも同一の犯人に、同一の凶器によってやられたという。はあ。一体どんな手口を使われたのだろうか。という問題です。はあ。はあ。はあ。はい。ええ。とある男女が全くの同時刻に鋭利な刃物で切りつけられた。しかし、どちらも同一の犯人。しかも同一の凶器。場所は一緒。場所も一緒です。へえ。はい。場所一緒です。なんか。なんか同時刻なんでね。廊下になんかすごいでっけえ刃物みたいなのがブーンってトロッコみたいなんでそういうのサイレントヒルみたいなやつじゃなくてそういう化け物じゃなくてこういうぶっとい罠みたいなのブーンってでっけえ刃物みたいなのがピューンってくるんだアクション系みたいなえ、ちょっと男女カップじゃあ、たまたま急に普通の質問来ましたこれ大事なんてこれがカップルになったら一緒に出ようとしたとこを聞いてくれるんだけどカップルじゃなくて移動教室行く途中学校設定のありそうそうそう違います学校じゃないの学校じゃないですスタバでもいいのスタバでもいいことはないですええー、工場工場じゃないですネジとか作るネジとか東大阪ではないないんや人工衛星も作らへんと作らない、はやぶさは作らないああ、何やろうねあまあでもアクションゲームのくだりが好きでしたこれな、こんなぶっとい、こんなぶっとい刃物が廊下からゴーってくるからこうやって行こうとした人がバッバッてまあ見せるそうそう当たり合わせて続けるあっそうそうあの、まあプレイ2くらいのやつだあああ今動きドキがくらっていうじゃない違いますなんかえすごい薄い切る薄いあ切るもの凶器ですか、うん、薄いイメージあります、ね、薄い、うん、え鉄鉄ですね金属だと思う金属はいまあその成分は何かわからないんですけど鉄ではないんじゃないですかじゃもうかまいたち以外ないやろえいやえ妖怪の妖怪やろ妖怪の仕業やろこんなんいや真空によってうんぬんかんぬんっていうそうそうそう風やろ風やろだから同時刻にその近くにおったから金属言うたやんえ金属あ金属ですえちょっとヒント出しちゃってますけどね金属あまりにも不甲斐ないそんなつもりはないんやけどねあまり鉛鋭利な刃物ね鋭利な刃物、はい、鋭利やんは関係ない鋭利やんは笑っちゃったのショックやな絶対笑ったらあかんとこやんざまんやろもう俺はもうこの別に負けてもいいと思ったあれがウケるんやったらもうええわ鋭利やんは関係ないです鋭利やんは関係ない、はいへぇうん。場所も関係ないし。場所は関係ないことないですよ。どう切られた？どこ切られた？どこを切られた？それは。どこ？それ、イエス・ノーで答えられます？ここ？ノー。ここ？ノー。あ、ここ？ノー。ここ？あ、でもさっきどこ行ってられましたここあでも惜しいっすねえ腹はい切腹やん同時刻に二人の罪人がここからここ二人の罪人がはい横に並んで
まさかの女の人に異例の切腹を申し付けられる。おぉそれで、それで、もう、なんとか城、ね、その線で、もう前で、もう御前の前で、腹切れと。そのお金の前で、お客様と、ね、お客様と、侍と、特別な措置につって、腹を切りました。どうしようか。しかも、金属。僕はね、今、すごくね、感心しました。うん。違います。もう、切腹のあたりで気づいてたけどな。お前が切腹しろ。腹切り、腹切り。腹切り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 放題切り放題ゆろれい外外ではないです。中中ですね。建物の中です。インインアウトインやろえ男の名前ははいやん。わかった。でも相づちやん、今の。じゃあ、彼女の名前は、はい。いい。はい。はいと、はい。難しいなぁ。それは答えも関係ない。ないです。ないか。毎日よし。違うん違います。関係ない。え？惜しい。今、なんて言います？くしくせ、くしくせです。くしくせです。普通に、まあ、何の無意識もないお尻っていう。ちゃんと最近もなんか全然問題とはちょっと一瞬で終わる話だけど、ほんまに口癖でお尻っていうような。ああ、いい精神科知ってます。すぐにすぐに心配される。疲れてるって。すぐ疲れてるって心配される。え、ちゃうねんな。なんかえ？なんか。季節とか関係ある？季節も関係ないですね。あ年中無休マジで。え、もうやるかもう、ま、これはねどうぞ。え、入った方がいい？あ、いいです、別に。あ、いやんでいい。え、男女関係ない？男女関係あります。え、知り合い？知り合いですね。付き合ってる？付き合ったのないです。ない？はい。これからこれからも付き合わないです。かわいそう。多分彼の大きいやんと思うねんな。まあいいわ。バーって歩いて一緒に歩いて。一緒に歩いてないです。あ、うん、歩いてないです。じゃあ同じ部屋に急に寄って、はあ、何してんやろ何してんやろ彼は何してんやろ犯人ですよね。犯人おんの？いや、まだ切りつけられてるんでね。あ、そうか。絶対こんなぶっとでっかい刃物を持ったこんなトロッコみたい車輪が下についててこれでゴーンって突進してきてそれでちょたまたま2人がやられた。これ実際よ。自信なくなってるよ。あっからやんもう。何やろう。え、うん、え誰かものすごい速い人で二人とも気づけたのか。恐ろしく速い人で俺じゃなきゃ見逃した。そうそう、俺たちでは見逃してる。だから傍から見たら二人ともわーって言ってるけど、監視カメラ見てる人はもう恐ろしく速いなあれ。恐ろしく速い人やなあ。俺じゃなきゃ見逃してるわってもう切られたんです。いいんですよハンターハンターネタ。何でキラ金属って言ってたもんな。まあそうですね。そう言いましたね。何やねん首都って。金属製の。ここだけ。ここだけ。ここだけ。マーベルヒーローかよ。アイアンマン。アイアンマン。アイアンマン。なんで切ったの？なんで切ったの？それ聞いてんねん。こっちが。だから犯行のこと。なんで、うん、何で切ったかと。犯人は何かを見つけ出してみましょう。そうですね。まあその状況でもいいですし。あ、外にヤンキーかなんかがおって、はい、それで窓ガラスに向かって、うわーって投げた石が。はい、違います。いや、待ってや。割れたガラスが刺さってん、同時に。違います。違います。違う。何？何？じゃあ何？じゃあ何はなし。
もう墓ずっとこんなぶっとい頭がついたトロッコが俺の頭の中でずっと走ってる。ずっとトロッコが走ってる。妖怪がね。もうずっとだって走ってるもん廊下を。でかい刃物を持ったやばいおじさんがずっと走ってんもん。トロッコみたいなんで。嘘やん。